はい、皆さんどうもこんにちは、ダム旅チャンネルです。ザブ、今回は鬼怒川春のダム祭り、イエイイエイ。はい、ついに来ましたよ。はい、はい、今回は栃木県のダムでございます。今回どこのダムなんですか？今回ね、あの午前と午後に分かれてるんですけど、まず午前は川俣ダムでございます。もうね、聞いたことある人ね多いかもしれませんが、まあ、特にね栃木県では有名なダムの一つとなっております。なるほど。今回は、川俣ダムの、はい、ゲートの点検放流ということなので、はい、一緒にね見たいなと思います。はい、楽しみですね。そしてね、あの午後はあの怒りダムっていうダムがね近くにあるんですけど、そちらのねあの観光放流というものがありますので、今回ね前編後編分けて撮影したいと思います。はい、それではレッツ。はい、早速ねあの今下降りたんですけど、見てください、僕の苦手な橋っすこの橋からあの真正面ね見れて、ダムの方に見れるんですけど、いける？いける、余裕？すごいビビってるね。じゃあ結構ガチ、結構ガチ苦手な腹立つわうわー、じゃあちょっと先行ってみて。全然余裕？全然余裕結構やばいよ。みんなさ怖くないのかな？すげえ怖いんだけど。ダメダメダメ。じゃあ皆さんね、ここからね見せますよ。さっさ、うわぁ、放流しました。おぉ、すごいすごいすごい。おぉ、いや迫力がやっぱすごい、ね、あるね。もう揺れてるし、みんな興奮してさ、あの跳ねる気持ちは分かるんだけどもうダメなんだって本当に。さあ現在ね、あのクレストゲート、6問中から、まあ、今、ね、2問出ていますが、これからねさらにあのゲートが開いて計6問からね放流が始まります。ちょっとね撮影するタイミングねちょっとミスりましたけどまあ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 、そこはいいのかなと。そうだね、すごいビビってますけど。怖いでしょ、揺れてるだって。揺れてるからね。しかもさ、これ今さ2問でさ、コンビニでってことはさ、6問からさ放流したらさ迫力すごいわけじゃん。もっと揺れるってことでしょ。オーマイガー、ビビり散らかしてます。皆さんね、あの下見たらね分かると思うんですけど、そういうのが俺は怖い。あ、やばいやばいやばい、怖いっしょ、うん、ほら、どうするこれ。どうするも何も、今は橋、あとこれが落ちそう、落ちたらって思うと怖いのよ。皆さんね、あのこっち、ちょっと見て、あのこちらね、福ダムあるんですけど、見ての通りね、アーチ状のね、形をしております。これなんか燃えるよね。でも、多分バンジーもこんな感じ。そうだね、飛ぶ？飛ばない。バンジー、嫌なの？俺はあの多分本当こんな感じ、下に落ちるという行為が怖い。やばい、いや俺そう考えてさ、よく登ったと思う、あのよく落ちたと思わない？そうだね、バンジージャンプね、多いでしょ、うん、多いでしょ、うん、俺もあれだってなんか取ってるっしょはい、こちらのね、あの川俣ダムなんですけど、アーチダムの中では日本一縦の長いダム。初めてかも、こんなさ長時間さ橋の下でさ、あっこれショート動画だなここまで来て何が、いや俺頑張ってるよ今、結構全力よ。皆さんね分かると思うんですけど、見てくださいよ、結構揺れてるからね、これ結構揺れてるの分かる。ああマジ、なんならさ、俺ちょっとさ、肌の色さ、悪くなってきたもんね。ちょっと悪くなってきたもんね。だってさ、見て、こう分かるでしょ、ここ。これはやばいって。これはやばいって、マジで。はい、あのね、今ね、俺こんな状態でね、撮影することができませんけど、まあ、しずくんがね、撮ってくれるんで、ぜひ皆さん見ていただければなと思います。
残り1問となりました。皆さんね、ここの橋からね、ダムの放流をね、さっきね、見てたんですよ、30分間。いや頑張った。あれがあったら焦った。はい、じゃあ皆さん、こちらにね、天使の鈴鐘です。漢字苦手なんで、それはね、ご了承ということで、早速、私ね、頑張りましたんで、はい、どういう感じがいい？やっぱ響き渡るようにね、綺麗な鐘の音を聞かせてください。まあこれね、いいことだからね。はい、県警報酬おめでとうございます。いきます。いいことだからもう。やばすぎ。まあ、大事ですよ。やっぱ金のあるの。だって天使の鈴じゃなくて金ですから。天使なんだよ。皆さんこちらね、川俣ダムの。ああいい感じですね。ああこんな感じ。では早速下りたいと思います。ちょっと感情かけて。どうですか意気込みは？頑張って帰りますよ。100段以上ね。階段あるじゃん。そんなんの？全然見てる。そんなんのかよ。ここからあと残り100段とか書いてあるちょっと絶望しちゃった。行くか。ということで、あの長い階段登りました無事。結構しんどい。どうだった？いや長いしきつ。ああきつかった。こちらダムの天板なんですけど、すごくない？これじゃ無理だよ。皆さん。コメントでよく頑張ったとか応援メッセージいただけるとすげえ励みになりますんで、お願いダム。早速行きましょう。はい、いやすごい、やっぱ吹いてるね。ダムダム汁ですかこれが。やばいやばいやばい、なんかすごいね。あ、これがあるか。クレストゲート1号機だから多分この下見てるとダムのゲートがあってね。はい、裏方が今ちびってるわけですよ。怖いの？ちびってはない。ちびってるでしょ。何怖くて変えたでしょ今。3、2、1で下見ますよ。ダムの放流まで3、2、1、ゴー。うわーすごい、めっちゃ来る迫力。こりゃ怖いわ。すごい上からの迫力も、あっちの端から見た迫力もすごかった。ごめん、なんかさ、端から見てたとき怖かったんだけどさ、こっちはこっちでなんか別の怖さがある。そうだね、引き込まれそうというか。マジで怖いね。なんかさ、中国のさ、あーね、ありそうな感じじゃない？うわすげえ。かっこいい。すごいね。これっすよ。はい。まあアーチダムの放流といえばクレスト放流ですよ。はい。聞こえますかね？聞こえるかね？ああすごい。はい。ということですね。まだ言ってなかったんですけど、川俣ダムのね概要を言いたいと思います。川俣ダムは抵抗117メートルの形式がアーチ式コンクリートダムです。そして、台風の中に湖が川俣湖となっております。はい、先ほどね、見せましたけど、はいはい、こちらね、今タプタプ状態ですね。はい、あ
さ、台風のさ、リポートみたくさ、ちょっとやろうかな。現場の君島さん。はーい、こちら川俣ダムに来ております。はい、現在ですね、川俣ダムはですね、クレストゲートからですね、放流しております。そしてですね、現場にはですね、たくさんの来場者の方が来ておりまして、とてもね、賑わってるかなと思います。そうなんですか。そうなんですよ。そしてね、来る途中ね、あいにくの雨だったんですけど、はい、止みました。あ、これもね、なんかの運なのかなと、はい、運の良さがね、すごいついてるのかなという感じでございます。こんな感じだよね。少なくなってたね、気づいてた気づいてなかった俺も気づいてなかった、はい、もうよ、ね、全部開いてたと思ったら、あ、すごいすごい、これめちゃめちゃ貴重だね。あら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 、はい、これ終わって最後で、ちっちゃい子多分飛ばされやすく結構ね、あ、しまったしまった。鉄拳放流、はい、いかがだったでしょうか。今回は鬼怒川春のダム祭りということでね、まず前編は川俣ダムに来て、点検放流を見ましたが、どうでしたか。いやー、もうやっぱ圧巻というか、すごいちょっと語彙力ないんですけどまあでもやっぱ端から見れたのがやっぱすごかったよね、うん、僕もね、今回の放流初めてということで、はい、なんだろうな、迫力はもちろんなんだけど、うん、なんか美しかった、うん、すっごい。そうだね、また来年もね、多分開催すると思うので、その時にね、皆さん来ていただければなという、はい、次の動画は、怒りダムの環境放流なので、ぜひね、そちらの動画も続きでね、見ていただければなと思いました。今回はこれで終わりたいと思います。はい、以上ダムダムチャンネルでした。それでは次のダムでお会いしましょう。またねー。せーの、ザネー。